お、親切姉さん。うん、こっちも着いたばかりだよ。どうだった？店の周りに何か違和感はなかった？ううん、全然。強いて言えば、スイートテイストのスイートさんがクリームをなくしちゃったんだって。彼女自身がうっかりなくしたっていう可能性もあるけどね。やっぱりこっちも似たような状況だったよ。あれ、小弱は一緒じゃないの？うん、彼女にはもっと細かい調査をお願いしたの。私たちとは全然違うやり方でね。彼女をもっと頼るべきだ。あなたは、あ、小弱の放棄の声かな？もちろんだ。私はコラリーと琥珀街の状況を調べているが、そちらの進展も把握している。みんなと同じで、琥珀街でも何の進展もなかったよ。いや、進展がない。それもまた一つの進展だ。そう？誤解しないように。私も今はまだ具体的な結論を出せない。だが私は小弱のことを信じている。私もだよ。小弱って一体何者なの？前はそんなにすごい人に見えなかったんだけど。いい質問だね。小弱のお仲間さん、誰がその件を説明するべきだと思う？そちらに任せよう。私の視点から話すと偏りは避けられない。分かった。ちょうどいいし、ここの展示を利用して夢追い人に歴史を勉強してもらおう。ここに展示されてるのは100年前に大岡市が作られた時の歴史なんだ。大崩壊の前夜、固有世界の落成はすでに危険な状態に陥っていた。そんな状況の中、大崩壊の力を巧みに利用して崩壊の影響を受けない世界の泡を作って、そこで人々に平和に暮らしてもらおうとした。あるし、うん、歴史の先生はそう教えてくれた。つまりその力が、そう、非公式の記録ではその力は影の呪いと呼ばれてる。え？彼らの話によると、100年前の大岡では影は恐ろしい存在で、大崩壊が具現化したものだったらしいの。まさか老朽って？判断を急がないで。非公式の記録では、大崩壊に対抗した奇跡は少数の人たちによるものだって書かれてる。彼らが犠牲になったおかげで、新たな大岡市は外の影響を永遠に受けなくなった。でも7人の偉大な存在が私たちを大崩壊から救ったっていう話よりも、数えきれないほどの普通の人間が力を合わせて私たちの文明があの危機を乗り越えられるようにしたって、みんなはそう信じたいの。例えば、そう、ヘリア、あなたたちの星にも造物主や救世主のような伝説があるよね。そういう存在に対して違うスタンスを持つあなたの同胞を思い出してみて。きっと私の話を理解できるはずだよ。確かに理解はできる。ただ、ただ、状況が違う。私たちの故郷には生きてる神がいる。協力プレイのゲームで彼女の惨めな戦績を確認することさえできる。地球の状況は確かに特殊だよ。地球の神の話を置いておくとしても、崩壊獣、律者、ましてや崩壊病、それはもしかしたら地球特有の現象かもしれない。確かに馴染みのない言葉ばかりだね。かつて私たちを悩ませた落星の大崩壊の話をまとめると、すごく単純だよ。100年以上前のある日、
惑星の学者たちは固有世界がダークエネルギーにゆっくりと引き裂かれてることに気づいたの。その原理は不明だけど、不可逆的に世界がデータの海に沈んでることが分かったんだ。当時の人々が行動しなければ、世界の結末は目に見えてた。何せ、すでに沈んだ部分は全部根源物質と乱れたデータになってしまってたんだから。世界の泡にとってそれは間違いなく終焉。でも彼らがすでに大崩壊を経験してるなら、まさかかつてのデュランダル先輩が成し遂げたように誰かがここを完全に安定させたの？待って、今7人の偉大な存在が私たちを大崩壊から救ったって言ったよね。その話の中で彼らはどう成し遂げたって語られてるの？わからない。私が見てきた記録はどれも曖昧で、だからこそ生死と比べて信憑性が足りないんだ。でも別の面から考えると、そういう人が確実に存在してたとしても彼らを一般人として見ることはできない。話によると、失われた随筆の70一方にはこう記載されていた。大崩壊以前の年代で、その7人は術としてすでに誰もが知ってる存在だった。大菓子が作られた当初は彼らを立ち去った人神と呼ぶ人もいたんだとか。術？法は明らかなるにごとくなく、術は現るるを欲せずの術だよ。その7人は具体的な人間というよりも7つの手段って言った方が正しいと思う。大崩壊に対抗する手段ってこと？ううん、それは彼らの本来の責務じゃない。彼らが術と呼ばれるようになったのは恐怖に関する影の呪いのせいなの。まさか少女は？うん、その記録の中で少女という人物は7術の一員だった。しかもそれだけじゃなくて、彼女の術としての手段は欺瞞だったの。彼女が欺ける対象は物理法則まで含まれてるんだ。あなたたちが話す記録はよくわからないが、少女が欺瞞の術であることは間違いない。私が器具の術と呼ばれるのと同じだ。こういう呼び方は有名無実だが。どうやら伝説も何の根拠もないってわけじゃないみたいだね。狂楽、純子、結合、破棄、巨眼、器具、欺瞞、最後の二人とはもう合ってる。あ、ほらあそこ。さっきの話が信じられるものなら、もしかしたら一人の神が私たちと合流しようとしてるかも。